こんにちは、海くんです。人生初のリアルタトゥーを入れてきました。わわわわ、特に胸のあたりなんかはとても痛かったです。こんな感じでだいぶいかつくなってます。いえいと、まあもうお気づきかもしれませんが、フェイクタトゥーです。とりあえずエイプリルフールなんで許してください。万に一つ驚いた方、そして本当にこれからリアルタトゥーを入れに行こうと思っていて、参考にしようと思って動画を開いた方、本当に申し訳ないと思う。はい、と今回のフェイクタトゥーはエレコムさんのこの商品を使いました。使い方もとっても簡単で、楽ちんプリントというシステムがウェブで無料で使えるので、それでデザインを決めていきます。商品の型番を入力すれば、自分が使うべき設定に一発で行くことができます。自分がタトゥーにしたい画像をどんどん配置していきます。こんな感じで印刷できました。もう一枚のシートと合体させます。なんかリアルな柄的な。できた。まあこんな感じで気軽にタトゥーを入れた気分が味わえちゃうわけです。サマソリとかもめっちゃこれでいくとかっこいいんじゃないかなと思います。それでは皆様も嘘はほどほどにエイプリルフールお過ごしください。お過ごしください。それではね、グッバイ。ドゥンバー。肝心な時にネガティブな自分がセーロー、もう引っ込めてよ、ノーノーノー、殻を破って新しい自分にセーロー、早く言って。